ハゲてるやつ、大体いいやつ。ってことですね、どうもこばです。今回の企画はね、だいぶ賛否両論ある動画というか、多分コメントでね、いや、お前バカだよ。いや、カメさん、それな、マジでカメさん最高っていうね、コメント、まあ、賛否両論ですね、ある動画なんじゃないかなと思ってます。で、今回の動画っていうのは結構ね、ありきたりな企画となっているんですが、最弱武器まとめです。やっていこうかなと。あ、とりあえずね、今回はランキングではないですね。ランキングではなくて、これですね、武器種、アサルトライフォー、スナイパーライフォー、LMG4、SMG4、ショットガンライフォー、マークスマンライフォーと、てな感じにあるんですが、武器種ごとにね、最弱武器っていうのを決めていこうかなと思ってまして、ランクマッチでこの武器を使ってるやつは、俺の船から降りろ。ってな感じじゃないんですよ。もうランクマッチは何使ってもいいんですけれども、勝つ気あるかっていうような感じの武器をね、ちょっとまとめて紹介していこうかなと思ってます。それでは早速 AR から、まあ、最弱武器を紹介していきましょうか。まず M4 っすね。俺は結構迷ったよ。1日ぐらい。とりあえずね、その HVK とかね、M16 とかっていうのがあるんですよね。FR556 とかっていう人もいました。で、何が弱いかっていうと、まず威力ですね。普通にね、胴体はその4発キルできるんですよ。ですが、足に当たってしまうと、その5発キルになってしまうんですよね。プラス、レートめちゃめちゃ速いですか。まあ、平均的ですよね。AK117 とかみたいな感じに、連射速度で押すタイプの武器ではないんで、威力が低い。レートも遅い、そしてキル速がクソザコとうんちっちとってな感じで、んー、まあ SMG に勝てないよね、近距離間違いなく。そしてこの武器の誇れるところっていうのは、 COD 界で最も安定している男、毒キノさんよりも安定しているこのリコール制御ですね。だからやっぱりその初心者にね、そのすごく、まあその使いやすいというか、まあ初心者にふさわしい武器ではあるんですが、威力がうんこなんで、まあもうレジェ隊とかに行くと間違いなく戦えないね。そしてね、私は M16 も最弱武器の候補にありました。ですがこの武器っていうのは極めたらもうビンビンなんですよね。見てください、これワンバーストでみたいな感じに、もう敵をね、ペンペンペンってやれるわけですよ。ちょっと効果音気持ち悪かった。HVK も考えましたが、こいつはガンスミスに大口径弾薬っていうね、3発キルになるアタッチメントとかもあるし、まあそういったところ、まあ総合的なことを考えると、まあ M4 が最弱、アサルトライフルの中でね、なんじゃないかなと思ってます。それでは続いて、スナイパーライフルの最弱武器なんですが、それがアウトローですね。まあ、性能もアウトローでした。一応ね、消去法で考えていったんですよ。XPR だったり、EBR だったり、弱い弱い言われる武器はあったんですが、でもね、アップデートとかでめちゃめちゃ強化されてるじゃないですか。XPR だったり、EBR って。ああ、もうリリース当初から全武器の中で最弱って言われたんですけれども、まあ、アークティックを超える連射速度を手に入れたりだったりっていうのがありますんで、まあ、そう考えるとアウトローかな。一番は。で、こいつのね、何がゴミかっていうと、もうほぼ反射。腰に当てても反射なんですよね。もう信じられないこれ。まあそのタンスナっていうね、ものとレンスナっていうものが、まあ COD モバイルにあるんですが、こいつはね、タンスナで、しかも、このワンパン範囲が連続で撃てる SVD とほとんど同じワンパン範囲なんですよね。もうそんなんだったらさ、この SVD を使って遠くからひたすらね、パン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 このワンパンの威力を連射しとけば、まあ普通にこっちの方が圧倒的に強いよね。でね、この武器ってトツスナイパーっていう分類に入ってるじゃないですか。もうね、せっかくこの SMG とか AR に近づいて、で、やっとパーンって当てても反射、死亡確定です。それでは続いて、近距離は大砲だけど中距離はおちんちんのファローですね。まあ、SMG の中でこいつが一番最弱だと思います。近距離はバッカみたいに強いですよ。もう近距離近づいたらもうピンピン、マジでピンピン、もうマック10ぐらい近距離性能は。でも中距離はうんこ。10メートルぐらいになったら戦えない。あのね、10メートルぐらいの戦いだったらもう拳の方が強いんじゃないかな。なんかね、チャイコムっていう声もあったけど、いや、チャイコム普通に強いだろ。 AGR556 っていう意見もあったけど、なんか今シーズンめっちゃ強くなったらしいよね。正直ね、 MSMC も考えたけど、総合的に言えば MSMC の方が強いでしょ。中距離やったら MSMC の方が抜ける自信があるわ。ファロー、まあ、確かに近距離強いけど、バースト武器だから、ちょっと慣れない人もいるかもしれない。中距離、モサでも使えない。ということでファローです。最弱はファローに決まりました。異論は認めるかもしれません。それでは続いて、LMG 最弱 UL ですね。これは間違いない。いや、ま、でもね、俺 S36 と迷ったんですよね。M4LMG はね、意外とみんなが思ってるより強い。俺の中では、S36 か UL の2択でした。
そしてこいつの性能をパパッと紹介すると、まずね第一段階のこの射程距離で28、しかもヘッドが33、あのアサルトライフルの方がもっと高いのあるわな、キロ141の方が高くねえかってな感じに、 LMG って普通威力がねアサルトライフルよりも高いはずなのに、アサルトライフルに、もう大体のアサルトライフルに負けてるっていう。そして相談数が30発、 ADE 速度速いのかな、遅いです。で、中距離性能いいのかな、まあ割とブレます。もうなんか無反動って感じじゃないしね、まあ、LMG だし。現在 LMG って8個あるんですけれども、射程もダメージも安定性も低いのは圧倒的に UL なんですよね。アサルトライフルとかって M4 だったり M16 だったり、あと SMG はまあそのファローかな、 MSMC っていうのがあったんですが、 LMG 圧倒的に UL なんですよ。異論は認めません。それでは続いてショットガンの最弱武器、まあこれはエコーなんじゃないかな。でもね、このショットガンの最弱は結構意見分かれると思います。そしてこのエコー、なぜ最弱かって思ったかっていうと、中距離がうんちっちすぎるんですよね。まずね、こういう 5m とかの距離になると、見てくださいこれ1234ってな感じに4圧キルなんですよ。もうこの時点で弱いじゃないですか。もうここで敵と出会ったらパン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 みたいな感じに、もうキル速うんちっちです。そしてこのエコーには明確に弱いっていうところがあります。それがね、 ADS した時にまあこんな感じね、この距離だったらワンパンできるんですよね、胴体。まあたまに反射出るけど、まあこんな感じで、その大体ワンパンできるんですよ。ですがこの武器ね、あの腰打ちのやつを見といてね、100ダメージ出ますか。今ワンマガで出ませんでしたね。もう一回いきますよ。100ダメージがなんと一度も出ないと、腰打ちでやると。でも ADS すると100が出るんですよね。結構連発で出るんですよ。そうなんですよ、この武器ってあの ADS しないと使えないんですよね。もうこの時点でうんこです。まあ一応ストライカーも同じような仕様があるんですが、 ADS したらまあその100ダメージが連発するっていう仕様はあるんですが、相談数だったりあと連射速度のことを考えると、まあストライカーの方が若干上回るんじゃないかなと思ってます。あの詳しくはね、この動画を見てください。この動画を見てくれたらストライカーが普通に強武器っていうことがわかるんですよね。まあね、単発のショットガンが弱いっていうことはまずないです。BY15 普通に強いです。KRM だったり、HS、もう単発のショットガンっていうのは、もう全部強いですね。そして、ショットガンのランキングをつけるんだったら、一番下にエコー、第8位にエコーですね。そして、第7位に俺は、R90 が来ると思ってます。これ R90 がね、なんでこれ、まあ第7位かっていうと、これね、パンパンなんですよ。だから、連射できないんですよね。パンパンみたいな感じに、これ2連バーストなんですよね。この2連バーストを外すと、絶対に負けます。間違いない。例えばですよ、近距離で敵と出会って、このパンパンの2回で敵を倒せませんでした。そうすると、あなたはおしまいなんですよ。そういったところを考えると、R90 って結構熟練度がいるというか、まあ使い方が難しい武器なんじゃないかなと思ってます。それでもエコーの方が弱いと思ってます。この武器はね、極めても無双できる気がしない。そして、マークス面ですね。マークス面でね、一番弱いと思ってるのは、キロ、ボルト、ハクションです。で、なんでこいつが弱いかっていうと、そもそもね、このマークスマン、SKS は抜きましょう。SKS は抜いて、キロ、SPR、MK2 の中で、最も反射が出やすいのは、キロ、ボルト、ハクションなんですよね。こいつが最もワンパン範囲がちっちゃいです。こいつっていうのは、おちんちんがね、まあ、85なんですよ。ね、このおちんちんに言っても、もう反射なんですよ。もう仕留めきれない。ですが、SPR の場合はね、デフォルトでも、まあ、おちんちん満帆できるんですよね。となると、まあ、普通に考えて、キロボルトアクションの方が弱いだろうと。しかもね、このキロボルトアクションって何が弱いかっていうと、アイアンサイトクソ。見てくださいこれ。先っちょまん丸なんよね。これ、マジで、中距離の敵抜けないです。遠距離の敵抜けないし、SRCS ね、頭一個出しの敵とかっていうのが、非常にこの武器、抜きづらいんですよね。となると、マークスマンの中で最も弱いのはキロボルトアクション。まあ多分使用率とか見てもキロボルトアクションやと思いますわ。ランクマッチでキロ使ってる人は見たことがない。そしておまけ程度になんですが、ハンドガンですね。ハンドガンの中で最も弱いのは俺はクロスボウだと思ってます。一応ね、その前出たエルカーない、正直言って弱いです。この時めちゃめちゃ弱いですね。ちなみになんですが、ハンドガンの中で最も強いと思っているのはレネッティですね。でレネッティが第1位で、多分第2位にね 50GS が来るんじゃないかなと思ってます。その中で最弱武器はクロスボウです。間違いなく、皆さんクロスボウの強いところを教えてください。この武器の唯一の強みっていうのがガスグレネードボルトだと思ってます。このガスグレネードボルトっていうのをつけることによって、ガスグレネードをね、投げなくてもこのクロスボウでこのような感じに、まあその敵の視界を防いだりね、敵の進路を防いだり通路を塞いだりっていうことができるんですが、普通に投げ物を使った方が強いと思います。
クロスボウっていうのは面白い戦略とかね、使い方を考えればできるんですが、でも総合的にクロスボウが一番使う頻度少ないかな。まあ多分クロスボウが一番使用率低いと思います。ってな感じに最弱武器まとめどうだったでしょうか。これからもですね、こういったの動画上げていきますんで、チャンネル登録と高評価だけでもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。